今や日本人の 15% が、2週間のうちに他人と一度も話すことがないといったような孤独を示すデータがありますが、それは、それはこれは何かな、ネット社会の影響もあるのでしょうか。そうですね、心理学的社会学的には一人でも生きていける時代になったとも言われてるんですね、だからまあ大家族じゃなくても、で核家族じゃなくても一人であってもネットで情報を仕入れ、そして近くのコンビニで物を買い、だから個人でいられる時代になったと。でその一つの典型的な表れが、未婚率というか結婚しない人、これが増えたと。過去30年間、平成の30年間で、男性女性ともにですね、30年前は生涯未婚率、すなわち50歳でまだ結婚したことがない、その割合が全体の 5% だったんですが、今や男性は 20% を超え、女性も 20% に近づいてきた。この30年間で急激に増大しました。つまり原始時代からですね、ずっと何パーセントまで住んでて、で30年前まで 5% だったのが、この30年間にギュンと上がったんですね。ものすごいグラフですよ。原始人類30万年の歴史でずっとこう来たのに、この30年間にギュンと上がってしまった。すごい変化、驚くべき変化を起こしています。それは一人で生きるようにできるようになったのか、それとも2人で3人で調和して生きることがしにくくなったのか、まあよく結婚しない人の話として、うまくやっていけるかどうかわからないからとか、一人でいる方が楽だからって言葉がありますね。これはどうも一人でも生きていけるっていうだけじゃなくて、その他と生きて生きにくいという精神的問題、これが隠れているようにも思いますが、続く質問ですね。またこの四半世紀に引きこもりのニート、引きこもりが多いということが話題になっているのも、今の日本社会が他人と長いこと話をしたことがない人が増えているからなのでしょうか。というか、まあ他人と話をしたことがないというのとニートや引きこもりっていうのは、まあだいぶ現象としては似てるってことですね。状況としてはまず単身者、つまり一人で住んでる人が大体 35%、 3人に1人以上ですね。でこれが 40% ぐらいになると。でしかしヨーロッパ、例えばドイツではすでに 40% です。ただ違いは、日本はソーシャルキャピタル、社会資本が弱い、すなわち社会的交際、これが乏しい人がいると。15人に1人は、あ、ごめんなさい、 15% の方って言ってましたね。あれですね、そう1週間2週間のうちに一言も他人と話すことがないと、まあ、これは孤立してるってことですね。単身者、一人で住んでるだけじゃなくて孤立してる。でこの中から年間3万人と言われる孤独死、これが生まれる。でこれが交通事故死者数の今3000人台になりました。昔は交通戦争の時は1万5000人だったんですが、いろいろな改善で3000人に減りました。激減してます。あと自殺ですね。10年ぐらい前は3万人ぐらいになって、この100年間で一番自殺が多い時代でした。恐ろしいことですね。大日本帝国の戦争の時代です、自殺それほど多くないんです。で21世紀になってから、まあバブルの崩壊もあって自殺者が3万人になりましたが、しかしそれも政府の対策があって今2万人台に落ちてきました。しかしそれと交差するように、一人で住み孤独となり、そして孤独死すると、これ緩やかな自殺なんですね。今日死ぬ、自殺する勇気もないが、一方で自分をこう養っていく、病気だったらそのお医者さんに行くといったような気力も意欲もないと、生きる意欲がないと、他人と付き合いかつ生きる意欲もないとね。まあそういった意味じゃ孤立するということはですね、死に向かっていく可能性はあります。例えば自殺するのを防ぐのも、やっぱ孤立してる人はなかなか防げない。孤立してなければ手助け、これが得られると。よく死ぬ死ぬ死ぬって他人に言う人はあまり自殺しない、実際にはっていうのは、やっぱりそうやって他人とのコミュニケーションがあるからですね。
孤立してしまい他の支えがなくなって自殺すると。どうも人は孤立するとですね、それは死の方向に近づくんではないかと思います。アドラーという心理学者がこれを全く別の視点から見ています。人間は原始時代一人では生きていけなかったと。一人じゃ弱いと。野獣にも対応できないし農耕もできない。集団化することによって、だいたい原始時代100人から200人規模の群れなんですね。でそれによって人は最も基本的な欲求、生命欲求、安全欲求、これを満たしてきたと。でそれが発展したものが今の都市文明ってやつで、まあ東京メトロポリタンは世界最大の都市で3000万人を擁し、北京を大きく引き離していますが、こういった形で人間を集団化することによってですね、こう他人と調和協力して集団化することによって、生命を維持しかつ寿命を伸ばしてきたが、一方でその逆行をしている状態だと、そのやはり死の方に向かうんじゃないかっていう考え方もあるんですね。まあどこかの聖者のように一人、孤立してても強く生きるという人がいるかもしれませんが、しかし多くの人は他人と交われなくなると自分の生きる意欲も低下してきて死の方向に向かっていくのかな。それが先ほど言った、まあ、3000万人の都市、それから数百万人の都市、東京や名古屋というこの大きな都市の中で精神的な孤独ですね。物理的な孤独じゃないわけです。何百万人も周りに人がいるわけですからね。荒野に野獣に囲まれて一人じゃないんです。精神的な孤独ですね。都会の中での精神的な孤独、物理的孤独じゃなく孤独感ですね、その下で生きる意欲をなくして、まあ、問題が生じているようだと。問題はすでに生命の問題になっています。それでですね、イギリスの方ではですね、今EU から離脱するってことで、まあ、話題になったイギリスですが、昨今最近になって孤独担当大臣、孤独問題担当大臣というのができました。なぜかというと孤独な人はですね、その生活習慣病に侵されている人よりも5年後生存率が低いと。つまりその病気よりも孤独の方が有害であるというのは統計学的科学的データがあるところですね。それで国を挙げて自治体の協力を自治体が軸になってですね、まあ、いかにその孤独な人、これを少なくしていくかっていう取り組み、これがあるようです。まあ、ですから、これは最大の心の問題ですね。現代最大の心の問題。物理的な孤独じゃなくて精神的な孤独感。これから来る生きる意欲の低下だと思います。